内モンゴル自治区と寧夏海賊自治区にかけて広がるトングリ砂漠は中国で4番目に大きい砂漠ですもともと地下水や希少植物が豊富で遊牧民が先祖代々住んでいましたしかし現在彼らは相次いで砂漠を離れています代わりに出現したのが化学工場や悪臭を放つ大量の汚泥ですトングリ砂漠とはモンゴル語で 天のように限りなく広がる砂漠を意味しています。しかし、美しかったとんぐり砂漠はすっかり変わり果てました。近年、工業団地が建設され、科学工業企業が大量に進出したからです。工業団地は地元政府から、砂漠で奇跡を作った建役者と称されていますが、毎日汚染された排水を砂漠に垂れ流しています。付近の遊牧民にとって命綱である地下水も、 工場によって無秩序に使われたため、トングリ砂漠は環境破壊と水不足に直面しました。ここに見られる黒い沼は、新室企業が汚水を流したところです。汚水処理施設という立派な名前さえあります。新京法の取材によると、工場が流した未処理の汚水は、自然に蒸発して汚泥となります。その汚泥を、工場はそのまま砂漠に埋めてしまいます。 汚泥の沼は一日中鼻につく悪臭を放っていました。一部の工場は汚水処理施設を作るのも面倒で、ゴム管を通じて直接汚水を砂漠の中に流し込んでいます。結果、深刻な汚染が起こりました。3。目す。い透水性極、極。に、地。はい、そう。はい。はい。 但是到了空气之中呢，它还会通过大气的作用呢，会回到整个自然的循环体系里面来。它不仅对水造成很多的污染，它对空气也会有污染。随着降雨啊或者其他水汽运动的话呢，它还会回到地面里面来。不光是对当地，对整个的生态环境都会有很大的影响。また専門家は、工業団地の排水が地下に浸透して。 華海賊自治区中英市の地下飲用水も汚染していると指摘しました法政日報の去年の報道によると工業団地から2キロほど離れた遊牧民の飲み水から国の基準の410倍に達する発がん物質の石炭酸が検出されましたさらに基準を超える大腸菌群や硫化物も検出されていますしかも砂漠の東南に位置する黄河はトングリ砂漠を流れるため やはり汚染の危機にさらされています。国の基準の410倍に値する発ガ物質の石炭酸が検出されました。它渗透下去的话，进入到地下水体里面，地下水体呢，那肯定就会混合到其他的水体里面，在露头的地方就流入到其他的河流里面。而河流一旦流动起来的话，会把这些物质虽然是扩散嘛，但是也会携带到各个地方。而且下游呢不远的地方就应该是兰州。 多くのネットユーザーは、工場により汚染された砂人が、強風に乗って各地に広がることを恐れています。 那就非常糟糕了，是吧？那对人的伤害会更大，毫无疑问。有些化合残留物到我们的眼睛里，到我们的鼻子里，进入我们的肺呼吸系统，那些毒素就会被释放出来。那那个影响就虽然很缓慢，虽然是很个别的，但是我相信这个影响是存在的。実は、2010年に砂漠の汚染はメディアによって暴露されていました。その後4年間、各メディアの報道が続きましたが、当局は おそらく管理が行き届いていなかったの一言で済ませてきました。 ネットにはモラルを失った企業への罵声や、官業の癒着、政府の怠慢への不満などが溢れていましたが。 それ以上に次の世代への影響を案じる声が目立ちました。新東人テレビがお伝えしました。